もう今日こちらいただきたいと思います。焼酎ハイボール強烈ソーダ割り、強烈サイダー割りだそうです。いただきます。ああ、夏い、夏には。暑い夏じゃなくて、ちょっと夏い、夏い暑には、ちょっと自分でも言えてないですけど、こういう涼しげなので。乾杯ちゃんでーす。いただきます。すごい、シュワ音がすごいですね。シュワ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 言ってます。すっごい。やっぱ強烈サイダーだけあって、すっごいやっぱ入れるとシュワシュワすごいですね、音が。最強の宝焼酎ハイボール史上最強の炭酸だそうです。やべえ。 いやー、こんななかなかないですね。すごい強烈サイダー、辛口。夏限定だそうです。夏限定、あ、いいっすね。涼しげ。これこの間レモンだかなんだか飲んだんですよね。動画じゃないんですけど、プリン体する糖質ゼロ、甘味料ゼロ。すごいですね、ゼロゼロパラヤで。ちょっと これちょっと昨日の残りのマカロニサラダです。これちょっといただきます。 昨日よりちょっと酸っかくなってますね。酸味が増してるような気がします。やばいかもしれないですね。 これ冷蔵庫に多分入れてなかったのかな。入れずに普通に台所に出しっぱなしです。ちょっとただのマカロニサラダですか、残り物の。なんかちょっと昨日より味が酸っぱくなってるんで、ちょっとあれですね。 大丈夫なんかやつ感じですけど。なかなか缶のハイボール買わないんですよ。家でウイスキーと炭酸とかで割って、それこそポッカレモンとか、なんかレモンハイボールとか自分で作るので。なかなかこういう缶のハイボール買わないんですけど、ちょっとこれこそジャケ買いでちょっと買っちゃいましたね。美味しいですね。なんかハイボールっていう感じがあんまりしないんですけど、なんか、なんだろう、7%？焼酎ちょっとよくわかんないですね。ハイボールってウイスキーのこと言うんじゃないですかね。これもちょっと食べかけなんですけど、つまみにいただきたい。あ、これもこう切れてますね。一度はいただきたい。 あれ、これ確か、ちょっとやばいっすね。破片がないですけど、確か一度はとかって書いてたような気がします。一度はいただきたい、美味しい、当たり前、これもいただきたい。 食べ方がちょっと上がどっか行っちゃったんですけど、これも美味しいっすね。つまみながら、一度は食べてだってで合ってると思うんですけど。ひるみさん、本当はこうからしマヨとかにつけたいですけどね。叫ばしたんだけど、グラスちっちゃかったっすかね。あとこれで、このあれで作ったんですけど、マカロニ、これもあれ途中なんで残り少ないんですけど、これでマカロニサラダをあれ作ったんですけど、マカロニフチッリ、読みづらいですね。フチッリ、ジュラム100%セモリナです。どこのあれだかちょっとわかんないですけど、これで作る。トルコ原産国がトルコって書いてますね。どこでちょっと入手したのかわかんないですけど、
通に家にありましたね。これを、うん、一応使いましたということで、スルメちゃんがいました。これ、買いました。うん。これ、北海道大豆 100% とろける生豆腐。これ、超おいしいんですけど、この豆腐、おいしすぎて、これ、今、2個目突入、2個目っていうか、この、うん、美味しすぎて、ちょっと今日もこれ、ちょっと食べようかなと思って、めっちゃこれ、おいしかったんですよね。今、普通のスーパーとかで、多分、売ってると思うんですけど、うん。うわ、こんな感じですね。こんな感じですね、とか。普通なんですけど、うん。こちらの生豆腐はケネスさん、これはこれもね、いただきいきたいと思うんですけど、これもスプーンでやっちゃいますね。あとこれ最近この美味しいジャスミン、これもまだあの1本まだ飲みかけがあるんですけど、この午後の紅茶美味しいジャス、これも美味しかったですね。なんか最近ジャスミン結構あれですね、押してますね。美味しいジャスミン、これもあ、やば、美味しかったです。奇跡的に醤油が垂れてないかと思って垂れちゃいましたね。やばい。カメラにはあの映ってないところでちょっと事件が起きてますね、これ。これも冷凍庫でちょっとチンカチンカにしてきたので、あ、なんか器に移す際はフィルムを剥がし、あ、これ器に移した方がいいんですかね。なんかこう取り外し方とかってなんかこう書いてるんですけど、なんか器に移してください的な、水が跳ねる場合がございますとか、ちょっとやばいですね。なんかもうガン無視でちょっといただきたいと思います。ちょっとだけちょっとくぼみをつけてからの、あ、これお皿にやった方がよかったですね。あれ、すみません、これ先走ってません。でもこの間食べた時もこのカップごとも食べてた気がします。ちょっといただきます。うん、うんうんうん、あ、すっごい美味しいです、これやっぱり。あ、いや、こんな美味しい豆腐食べた時にって感じですね。これちょっと醤油の泉なんですけど、あ、いや、絹豆腐ですね、これ。絹豆腐、うん、美味しいです、これ。うん、滑らか。うん、気分的にちょっと缶ごと飲みたいので、ちょっと失礼しますみたいな。缶ごと失礼しやすって感じですけど、うん、あー、美味しい。うん、これでも全然あれです、甘くなくていいですね。うん、いや、ほんと最強サイダー。炭酸がやっぱシュワシュワしてる。いや、これめっちゃ美味しいです。これスーパーにね売ってると思うんですけど、おお、いや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 、まだあのしつこいレーザーが発動してるんですけど、ちょっと、うんうん、北海道産のなんかこういう感じですね。うん、何やって、あ、いろいろアレンジ方法とかもこう書いてますね。うん、なんかこういう風にアレンジもできます。あ、これちょっと作ってみたいですね。あら、これここまでちょっと目がいかなかったですね。どんだけ先走っとんねーって感じですけど、うん。でもこれだけでもめちゃくちゃうまいんで、ちょっと、うん、いやー、これやばいっすね。幸せですね。うん。音聞こえますかね。すっごいシュワシュワいってるんですよ。うん。いや、感動、なんか一つ一つに感動しちゃいますよ、なんか、うん。いや、新しいあのあれに出会うとなんか楽しいですね。なんか人生捨てたもんじゃないなって感じしてきます。
げさ。うん、やっぱ確実に味ちょっと酸っぱくなってます。これやばいですね。あのアメル一歩寸前汗飛びましたけど、うん、ギリギリの今食べてよかったっすねこれ。うん、ギリギリのマカロニサラダですねこれ。うん、やっぱもう7月はダメですね。油断は大敵ですね。うん、いくらあれ東北とはいえ、うん、でも昨日も今日も結構肌寒い感じなんですけどね。うん、でも日中はやっぱり日が出てるんで、うん、暖かくなるんですけど、やっぱ夜っていうかもう夕方ぐらいから結構もう寒いぐらいの、うん、感じになってますけどね。一回夏来たと思ったんですけど、うん、うん、これも北海道産のスルメですねって書いてます。あ、ここに。いや、北海道はやっぱりこう美味しい食べ物とかあれ多いんですかね。うん、感謝感激、雨あられつかんじゃうんですけど、北海道でちょっとディップしてみますかね、これ。ちょっと、あー、これちょっと、あれこれディップになってますかみたいな感じで、ちょっと、うん、贅沢やなー。うん、うん、北海道の贅沢食いですね。うん、こちらもあれなの、北海道産の。なんか沖縄も私好きですけど、北海道も好きですね。うん、北海道なんか2回ぐらいしかでも行った時ないですね。沖縄1回と。うん、もうちょっとゆっくり堪能したいですね。なんかこういろんなものをこう食べ歩いてみて、おお、いいっすねこれ。あ、落ちた。あれ、あ、こっちに落ちてますね。あらら、やばい。おお。贅沢が、うまいよ。絵面的にはちょっと地味な感じで申し訳ないですけど、ちょっと。味はめっちゃうまいですせーみたいな感じで、うん、うまいですね。うん、もうなくなりますね、やばいですね。うん、いや、めっちゃでもお腹減ってたんだよ。うん、これも進みます。あ、すごいですね、これ。噛んでもシュワシュワいってますよ。すごい、缶の中ですごいシュワシュワって言ってます。ちょっともう一回いきますね。聞こえますか？いや、聞こえてることを祈るんですけど。いやー、すごい、京丹さん。毒物を出してくれよんって感じですね。デトックス効果をちょっと期待するんですけど。時間の時間でちょっと、切ります。